アルメさんこんにちは、ゆひこです。それでは今回なんですけども、セブンイレブン3社合同キャンペーン詳細発表、ペイペイ、ラインペイ、メルペイ、毎週最大300円相当、お得な5週間ということで、以前も少しですね、動画にさせていただきましたけども、今回はそのキャンペーンの詳細情報が出てましたので、そちらについてお伝えしていこうと思います。まあ、以前お伝えした内容からちょっとした追加情報もありますので、おさらい程度も含めてチェックしてみてください。 それでは早速、こちらですね、3社合同キャンペーン、メルペイ、ラインペイ、ペイペイ、毎週最大300円相当お得な5週間ということですね。まあ下にも出てるんですけども、期間は8月の12日から9月の15日までですね。まあこちらは来週月曜日からのキャンペーンとなってますので、お間違えないようにお願いします。まあ下のイラストにも出てるんですけども、まあ1週間に合計300円相当が5週間続くキャンペーンということですね。まあここからはそれぞれの決済方法の詳細について 改めて説明していこうと思います。まずは PayPay ペペからですね。毎週月曜日から日曜日に開催中で、 ペイペイ決済で一度に101円以上のお支払いをすると100円相当のペイペイボーナスを翌月20日前後に付与されるということですね。そして Yahoo ーカード以外のクレジットカードでのお支払いは対象外となりまして、あとは複数のキャンペーンが同時に適用されないということでした。まあ多分ワクワクペイペイなどのキャンペーンのことかと思います。次に l i n e p a y ですね。ここ注目なんですけども、毎週月曜日に一度101円以上のコード支払いでご利用いただける100円 クーポンを配布とということですねキャンペーン期間中の月曜日、僕の方で確認をさせていただきまして、8月の12日、19日、26日、そして9月は2日、9日の 計5回とというこでですねなので忘れそうな方はカレンダーにメモして、おくとといいと思い思ますそして LINE Pay カードのお支払いは不可となってまして、あとは店舗のレジで受け取るレシートには割引前の金額が記載されるということなので、こちらもお間違いないようにお願いします。そして最後にメルペイですね。毎週月曜日から日曜日に開催中で、こちら必ず本人確認が必要となってます。 で、101円以上のお支払いで、100円相当のポイントを翌日に還元されるということですね。なので、合計が500ポイントまで還元ということになっています。ボーナス付与そしてクーポンに関してまとめると、ペイペイは20日前後の付与で、l i n e イはクーポンが毎週月曜日に付与されると。そして、メルペイは翌日に100ポイント付与という感じですね。なので、あまりセブンイレブンの利用頻度が少ない方でしたら、l i n e イのみ使うだけでもいいと思います。というのも、まあ、クーポンを セットしただけででその場で100円が引かれるというのが、まあ、今回の l i n e イの魅力なので、まあ、それはそれでいいかなと思いますちなみに僕はしっかり全部きれいに使える切る予定です、まあ、そんなことで今回は3社合同キャンペーンの詳細についてお伝えをしました一応ですねキャンペーンのリンクも下の概要欄に貼っておきますので詳しい内容を含めて気になる方はチェックしてみてくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました